リコと申します。よろしくお願いいたします。 NGU アイドル早速始めていきたいと思います。ということで、前回から何日経ったかと言いますと1デイ23時間なんで約2日間ですね経っております。で、特に変わったことはなく、リバース前回リバースして、で、そうですね、2日間くらい経っているんで、だいたいもうリバースしたまた次、サクサクって倒せるかなっていうところで、こっちの方のチャレンジはまだ進めてないんで、まあファイトボスして、で、行けるところまで行くっていう感じなので、そこから何が起こるかはまだ分かりませんで、アドベンチャーは今はその塔の方ですね、こっちの方をちょっとやってたんですけれども、それのパワーとタフネスはこのくらいなので、まあボス倒せないんじゃないかなっていう気はしています。次のエリアのボスとか、あとはなんだろうな、なんだっけ、見てみよう UUG 、ザThE っていうドラゴンボールみたいなやつが出てきたで、このまあモンスターみたいなやつとかエリアも結構出てるんですけれども、まあこれだったらできないかなっていう感じではありますね。ただその結構ユグドラシルとかアイテムもちょこっとなんだっけかな、数字のやつで上げて、アクセサリーの方上げて頑張っては、見てて、でパワーとタフネスを結構上げてはきてるとは思うんですけれども、あ、そっかちょっとユグドラシルもこれちょっとこうやって、ちょこっとアドベンチャーのこれでも上がるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、上がらないのかな、上がるのかな、上がってるか多分上がってるんじゃないかなと思うんですけど、なんでユグドラシルって結構すごい使えるなっていうのは最近アドベンチャーもそうですけど、ここのアタックとか HP とか、HP っていうかアタックとかディフェンスとか、あとゴールド、なんかはここら辺のところで、やることによって結構上がりやすくなっては、ユグドラシルによって上がることが分かってきたし、なんですごい大切だなって。あと大切なのがこれですね、ゴールドディーガーズっていうのも、これも結構大切で、これでよって今ステイとアドベンチャーっていうのの2つやってるんですけれども、このアドベンチャーっていうやつで結構これをやることで、ここが上がってるんじゃないかなとは思うんですけど、なんでそれを駆使してもまだ全然倒せない現状で、ちょっと HP 溜まったんでこれ倒してみましょう。チャレンジパワーとタフネスは結構勝ってるんですけれども、あーダメかなー、あーやっぱダメだ、ここどうやれば倒せるんだろうというちょっと行き詰まりを感じておりますうん、困ったで、まず今回ユグドラシルすごい便利なので、ここでシードが溜まったんで、ここのパワーアップもアップグレードかアップグレードもやりつつ、頑張ってみたいと思うんですけど、シードも400シード
ね、これが490シード620640640504、これ1個あ400、これは600680900960640625、あもういけないかも640なんでシードも順調に溜まってはきてはいるん でこっちアンロックするには2000シーズとかなんで、ただこれのもうここ今エナジーもマジックも結構溜めた状態なんですけど、これユグドシラシルをまたこうやって動かすためにエナジーとマジックはそのだいたい溜めて置きっぱなしにしてるんで、それやりたくなければこっちの方のユグドラシルでやるんですけど、これもなこれまだ3000あってもこれそっかカップの方なんだ、だからダメなんだ。まあこれこれをやるためには多分もっとこっちの方のあのエナジーとかマジックを増やさないといけないだなということで、ちょっと増やします。今4万1000なんで2万くらい増やしたいかな。4000EXP で、1メガだからちょっと増やしていきたいと思います。2、3ずつ増やしておくから、3、あそうかこっちの方が多いのか、まあいいや、これをこうやってエナジー増やせる分だけ増やそうかな。あーマジックの方がよかった、あーマジックやればよかったかなっていうっていう間違いを犯しつつあとはどうかな、ドベンチャーのここまでといた方がいいのかなってな感じで、このくらいにしときましょうアドベンチャーの方はあとはいけないんで、でその次のところかな、ここが次のエリアになるんですけど、こっちも、パワーが75万とかかな、10100000万、75万とかなんでいけないんで、もしやるとしてもメガランズのところでしばらくやっとかないといけないんで、塔の方やってたんですよなんでこっちのアイテムも集まったんで、これでいこうかなみたいな感じでこっちやってました。ということでファイトボスしてみましょう。今回もいきます。チョコレートゴーレムさんを倒したいと、まあいけると思うんでね、いきましょう。はい、おなんかなんかたまに出てくるこのパキャパキャみたいなやつタイプ2っていうことで、タイプ2ディアベーツわかんないよ。いや倒せるんでいきましょう。あーもうこれで、あまだまだまだいけそうですね。はい、あーなんかエリアが変わった気がするな。エリアが変わったけれども新しいエリアが出ないな。まあ、このまま行ってみたいと思います。いきましょう。はい、あーなんかチョコレート群から急に宇宙エリアに入ってきましたね。行ってみましょう。ファイト
すごいたくさんのカメすごいたくさんのカメがいるぞ。で、今回ここで終わりかな、もしかしたら。I am the number of turtles。 140番目のボス行きましょう。ファイト。なんかでも全然エリアが変わってあれ、これはタートルズじゃないか、昔懐かしい昔懐かしいタートルズみたいなねレオナード&ドワイ、わかんないな。タートルズだな。まあいいや、行けましょうそんな私もタートルズ知らないからね。行きましょう。ファイト。いやー、ダメだな。でもなんかチョコレート分抜けて新しいところに入ってきた気がします。チョコレート、ここまで今日倒したのはこれと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 これなんで、なんかここまでチョコレートっぽいんですけど、そこからなんか急に急に宇宙の方に来て、なんか場面変わったんですけど、新しいエリアが出ずって感じですね。で、まだまだモンスターはいそうなんで、これから先またボスをひとまずどんどん倒していきたいと思います。で、あとはできることはないんで、そうですね、ここら辺も、できることって言ったらそんなないけれども、ここが13溜まってるんですけど、まあこんな感じで、今回は、今日の分はやめたいと思います。で、まだいつもより時間が短いんで、もう1日くらい何日か置いた後、もう1日くらいやって、まあ2日間にわたって2日間分のやりましたよっていうのを2日合わせたものを1本としてあげたいと思うんで、それではまた別の日へ移動したいと思います。さあ、多分これ動画の後半戦になると思うんですけど、別日ですで、その前から多分前の時に飛び越えて行きますみたいなそんなこと言ったかなみたいな感じで、別日で、前回からその3日間経った後のこの状況になります。で、まず何やるかっていうと、まあファイトボスここまで倒してるんで、この前か、140番目でまで倒してるんで、141番目までやりたいんですけど、ちょっとフィードしてちょっと増やしたい。マックスヘルスかな、プラス4のマックスヘルスで、アドベンチャーは今こっちの方やってるんですけれども、これでも倒せなかったんですよ。ちょっと UUGUUG タイタンですね。これがちょこっとここら辺とか上げてはみたんですけれども、やっぱりこれ倒せないんですよねこんな感じですぐやられてしまうんですよ。なんでちょっとまだまだ進めていきたいかなっていう感じはするんで、ちょっとねー困ったさんなんですよで、多分次のエリアも行けないのかな。次のエリアもタフネスがね、どうもタフネスが足りないんで、あと HP も全然足りないんで無理
かなっていう感じですね。あとはちょっとここ今これ止めてて、でユーモラシルちょっと回収しますね。でなんでちょっと止めているかっていうと、あのこっちのやつとかってあのゴールド使うんですよ。ここは使わないのかなとか、ブラッドマジックもそうなんですけど、そうするとお金がめっちゃ減ってしまうんですね。で今ゴールドためユグドラシルやったお金やゴールド結構溜まってるんですけれども、ここストップとかしとかないとすぐお金減っちゃうんですよ。でこれのちょっとマックスレベルを上げたいなと思って今あのこっちの方のあのエナジーを入れるのをやめています。でこれを上げるともしかしたらもう少しアドベンチャーで有利になってくれるかなと思ったんで、アドベンチャーの方やろうかななんでちょっとこれ上げていきたいと思います。結構上げて、あもうダメだって言われてたでこっちもちょっと上げていきたいと思いますが、お金を使ってね、あもうダメだった、ダメって言われてた。他のところもちょっとお金をこうやって入れて、ここら辺をちょっと次回以降もエナジー NGU、 あ NGU かエナジーマジック、うーんとここの BP、デイケアブラッド EXP ってなるとアドベンチャーとかになってくる。やっぱここかな。これをちょっとこういう風に上げていくと、もしかしたらこことか上がっ、そんな上がんないかなこことかもこうやっていけば、ここの場合はこっちのものになってくるんで、上げていったら有利に働いてくれるんじゃないかなっていう感じで、ここの2つをお金をちょっと貯めながら今後ともちょっとこっちをやっていきたいかな。アドベンチャーここか。これで倒しやすくなったりしないかな。相手が減ってくれたりしないかな。減ってない相手は全然減ってないな。ダメか、ダメだなどうすればいいんだろう。次のボスも倒せなさそうだしな。でもまあ、タフネスを上げる努力もしてみよう。あとはあとこっち行くとまだ36しか溜まってないんで、ちょっと置いときます。これも EXP もそんな溜まってないんで、あとはここは片付けた、ここも片付けた。ユグドラシルはシートもそんな溜まってないんでいいでしょう。これでしょ、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 うん、これでしょ、これでしょ、うん、やれることはやったかな。じゃあボス倒していきたいと思います。ただまだ若干ここ溜まってないんで、ちゃんと溜まってから行きたいかななのでだんだんやれることが少なくなってはきているんですけれども、まあね、毎回ちょっと何日間溜めて、投稿することにはなると思うんですけれども、ちょっと前にボスの裏でね、動画外でちゃんとやりつつ、しっかりあのボスを次々倒して次のエリア、アドベンチャーのエリアも行けるように頑張っていきたいと思います。あ、たまにはこれ見ますか新しいのは出てないかな。出てないですね。いやこれお気に入りだわこれすごいお気に入りなんですよね、個人的に。これこれこれで今これかな。あこれも気になるんですよねでもまあこれにしましょう。
なんで結構倒せるんじゃないかなっていう風に睨んでるんですけど全然倒せなかったらすいません。でもまあなー、そのボスも多分ボスはここまでいると思うんですよね。ここここっちからタイタンになるんで、なんでまだ結構たくさんいるのはいそうなんですけれども、それをちょっと乗り越えてなんとかチャレンジもやっていきたいんですけどね。これとかは何なんだろうな。ガラスはわからない。あ、メイクはおう、ベータ。あ、ディフィート UUG とかか。じゃあまだかな、まだ無理かな。やっぱ結構難しいのかな、 UUG さん UUG さん UUG さん UUG UUG、 これ難しいんだ。ここはタイタン。あ、むしろこっちの方が倒せるとかある。ダメだった。なんで今ダメなんだ。時間切れとかなのかな。時間切れか。ちょっと待って、なんでできないの。もう一回行ってみましょう。なんでダメだったの。あ、違うこいつじゃないのよ。これはちょっといけそうでいけないんだよな。でもこれ、Love both has defeated you、 あなたを倒しましたっていう風に、 You are almost current deathDead、 多分これ時間切れとかなのかな。一気にこうなるっていうことは。ちょっともう一回なんかウォーリーと戦ってみよう。これ勝ってる、こっちも勝ってるけれども、HP がいかんせん。あーそっか、ダメージか。うーん、やっぱり結構きついのが来るんだな、攻撃で。やっぱり HP がなきゃどうにもならないっていう感じか。でもそんな急には上がらないこれもそんなにギュイーンって上がるわけじゃないからな。ギュイーン、そんなギュインってなんないな。 HP を上げる方法ってなんかあるのかな。PP でちょっと見てみようかな。 PP で HP を上げたいですHP を上げたいです。 NGU の HP を上げたいです。どれですかどれですか。なんでノットマークすれば。いやー、 HP を上げたいよ。 HP って言うのかな。 HP、 マックス HP。 でもなんか探せば、あ、違うナース、探せば HP とか増やせそうだけどな。トレーニング100。トータルコストで100。あ、トータルコスト、こっちがトータルコストか。え、違う。あ、いいのか。え、
違うな、トータル、ベストコスト、トータルコスト、あ、トータルコストか、ベストコスト、うん、なHP 上げるやつってどれなんだろうな。 HP 上げるやつ出ておいで。 HP 上げるやつが出てこない。ないのかな、見逃してるんだろうな。マジックバー、うーん、バーじゃない気がする。うーん、わかりませんな。あ、そっか、まだやってない。これはどうかな。溜まってる？溜まってる。これじゃない。でもこれ使っていいのかな。使っていいのかな。もっと使うところがあるんじゃないかな。あ、PB も買うことはできるんだ。めっちゃ高いけど。めっちゃ高いけど。100PB めっちゃ高いな。そう考えると、アドベンチャーマックス HP を上げたい。上げたいけれども、どれかわからない。わからない、わからない、わからない。スペースイントレイタップ。カスタム、あ、なさそうかな。ビルドブーストインインフィニティキューブ、フィルターブースト、フィルターブースト、まあいっか。結局わからずじまい。まずやってみましょう。ここらへんいきます。ボスを倒していきたいと思います。はい、じゃあいきますね。ファイト。あー、なんだろうと思ったら、さっきの亀の上に立ってるおっちゃん。行きましょう。ファイト。まあ、お、う、す。マウスですね。行きましょう。このゲームめっちゃマウス出てくるんだよな。ファイト。なんか可愛いのが出てきた。カウボーイ。カウボーイが出てきましたね。行きましょう。ファイト。Your browser history と書いてる。ブラウザーヒストリー。まあ行きましょう。ファイト。あ、だんだんもう倒せなくなってくる。The house on the hill。丘の上の家ってことかな。あ、まだ行けそうなので、これが最後かな。行きましょう。ファイト。どん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 。ボスはなぁ、ガンガン倒せるんだけれども、なかなか人のキット、キット、そうするともう倒せないかな。一応やってみましょう。はいはい。ということでここまでかな。でボスとしても新しいエリアとかはないんで、まあひたすらなんか倒していく感じかな。うん、こんな感じです。ただいま146番目のボスまで来ました。まあまだまだこのアドベンチャーに関しては謎が多いんで謎が多いんでまだまだ倒せなくて大変ですが、まずまたリバースして、やっていきたいと思います。まあ、やることないでもリバースしていきたいと思います。いきます。リバース。
って挑む。で、また溜まったらボスを倒してっていうことを繰り返して、やっていこうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございます。まだなかなかこのアドベンチャーには進展はないですけれども、頑張ってやっていきたいと思います。それではよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でお会いできると嬉しいです。それではさようなら、バイバイ。